第2部 の、 制作対話の、時間に、入ってまいりたいと思います。じゃあ最初こっちかな。はい、でですね、はい、そうしましたらですね、本当にいきなりではございますが、ちょっとですね、当方の、コミュニケーションのミスもございまして、外務省さんの水晶さんの方に今日どういったことをお伝えしているかということがきちんと伝わりきっていなかったようで、大変申し訳ありませんで、そんな中、前にご登壇いただきまして本当にありがとうございます。でですね、今日後半はですね、まず、昨年12月に採択をされました、小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言、また2017年に決まって今年からですね、推進されていきます国際家族農業の10年、これを受けてですね、両省で、どういったことを具体的に、やっていこうと考えておられるのか、あるいはまだ決まっていないこと、課題なんかも含めて現状についてざっくばらんにお話をいただいた後ですね、向こうの皆様に、そうですね、あちらに、第1部で、ご登壇くださった、活動家、農民、また、研究者の皆様が、座っておられますので、おそらくいろんなまだまだ全然分かっていないことが多いです。どういうふうになっていくのか、どういうふうに政策に反映されていくのかいかないのか、なのでここではいろんなことを質問なんかをしてお答えいただいたり、あるいは、農水外務省の皆さんから、市民の皆さんに対してご質問もあるかもしれませんので、そういったざっくばらんなやり取りをしていければいいなというふうに考えております。で、そういう中でこういったせっかくの機会をどういうふうに生かしていこうかということが、最後の段階で見えてくると、共にそれを生かしていく方策というのがあるのかどうか、そのために何かを一緒にする必要があるのかどうか、そういったことが考えていけるといいのかなというふうに思います。で、それではですね、突然ではあるんですけれども、まず、どちらからですかね、農水さん、あるいは外務省さんの方からですね、この両宣言、あと、家族農業の10年を受けて、今後どうしていかれるのか、課題も含めて、お話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。大体時間にしてどれぐらいかかるんですかね。数分程度で。はい、ありがとうございます。外務省人権人道課で政治事務官をしております田村と申します。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。座って説明させていただきます。すでに第1部の方で、この小農の権利宣言について、背景、意義について多くの方々から議論があったものと承知しておりますが、私の方からそもそもこの小農の権利宣言の、国連総会での採択に至った経緯、それから日本政府の立場について簡潔に説明させていただきます。まず小農民の権利宣言、我々は小農民及び地方で働く人々の権利に関する宣言というふうに訳していますが、この議論の起こりといたしましては、2012年の第19回の人権理事会に人権理事会の諮問委員会が報告書を提出したということが端を発しております。この報告書におきまして、諮問委員会はですね、この農村で働く人々の権利保護促進のために新たな特別手続きが必要であると、そして新たな国際文書を作成するように勧告をして、そのモデルとして昨年採択された小農民の権利宣言そのものの原文となるようなものを彼らとして勧告した、そこが始まりとなっております。その後、諮問委員会が作成したこの原案を踏まえて、2012年の9月ボリビアが合衆提案国となりまして、第21回人権理事会においてこの宣言を完成させるための政府間作業部会の設置を求める小農民の権利宣言案というのが初めて出た、これが人権理事会の場において初めてこの宣言が出たということになっております。この時点で賛成、これ人権理事会合計47カ国で構成される理事国による投票によって決まるんですけれども、賛成は23、反対9、棄権15ということで、この決議を作ろうという動きがまず国際的に出てきたのはこの2012年のこととなっています。その後、この決議を踏まえまして、2013年に第1回の作業部会、15年に第2回、16年第3回という形で、大体年に1回のペースで政府間の作業部会が開催されています。他方でこの作業部会におきましては、各国の立場が必ずしも収斂していなかった部分というのがあります。具体的に申し上げますと、
一連の作業部会においては、指定案国であるボリビア、それからベネズエラ、エクアドル、キューバなど、主に非同盟運動、ナムの国々については、こうした新たな小脳の権利というのを確立すべきだという立場だったのに対しまして、この既存の人権メカニズムの活用こそが重要であるというふうな立場を取る我が国、あるいは EU 諸国等と、西側諸国との意見が対立する構図というのが、この当時からございました。そして昨年の9月の第39回の人権理事会におきまして、ボリビア等が小脳民の権利宣言を含む小脳民のこの決議案を提出いたしまして、賛成34、反対2、棄権11で採択された。これがまずジュネーブにおける動きとなっております。で、人権を議論する場としてはジュネーブにおいて人権理事会の話がございまして、それとは別にニューヨークにおいても年に1回開催される第3委員会というのがあります。ジュネーブは大体年3回この人権理事会が開催されて、3月、6月、9月会期があるのに対して、国連総会の第3委員会の方は大体年に1回だけ、10月から11月に開催されます。昨年、初めてこの国連総会の第3委員会においても、人権理事会で採決されたものと、ほぼ同じですね、決議案が、ここで投票にかけられまして、そしてこの投票に関してもおそらく第1部でも説明がありました通り、多数で採決された。で、第3委員会で採択されたものは国連総会本会議で採択されなければ効力を有しないんですが、それが昨年の12月に採択されましたことで、初めて総会でもこの決議ということが通ったという形になっております。そして日本政府の立場についてはすでにもう第1部において議論されているものと承知しておりますけれども、政府といたしましては小農民及び地方で働く人々の人権を保護すること自体は重要であるという認識でございます。他方でこの決議に対する対応につきましては、これまですでに人権条約等で定められた人権というのがある中で、新たに小農民に特化する形で個別の権利を確立すべきか否か、このについては国際社会において意見が収斂していない。で、またこれらの人々の人権の保障のためには、既存のさまざまな人権メカニズムの活用が効果的であるという立場に立ったことから、我が国といたしましてはフランス、ドイツ、イタリアなど48カ国とともに第3委員会においては棄権票を投じました。また12月の国連総会においても同様に我が国は棄権票を投じまして、他に54カ国、日本以外に53ですけれども、合計54カ国の棄権票の一票に加わったという現状でございます。小脳権利については以上です。続きまして、私、農林水産省国際部の川口と申します。よろしくお願いいたします。同じく座って、お話しさせていただきます。まず小農民の権利宣言につきましては、今外務省からご説明、あった通りですね、農林水産省としても政府全体 そのスタンスというものを共有しておりまして、農業者等の権利を守るということは非常に重要だというふうに考えています。で、一方でその、世界的にはですね、いろいろな暴力ですとか差別とか、そういうものの、被害に遭っているという方が多くいるということも、問題であるというふうに考えてまして、そういう方々のためにもですね、生活の生計とか生活の改善、そういうものに資するように農水省としても、専門的な知識を活用しまして、国際協力等を行ってきているというスタンスでございます。で、他方家族農業の10年につきましてはですね、これも第1部でもうすでに皆さんお話を議論されてきていると思うので、重複になってしまうと思うんですけれども、世界の農業生産の多くがですね、家族農業によって支えられているという現状も踏まえまして、農水省としてもですね、その世界の 食料安全保障ですとか飢餓貧困、こういうものについての観点からもですね、家族農業が重要であるという、認識は共有しておりまして、この家族農業の10年の決意、これからの10年ですね、意義あるものというふうには考えております。実際家族農業の10年の決議文の中ではですね、小規模農業に関してその余剰を生み出して市場に出すですとか、貧困という関係でもですね、言及されていてですね、そういう意味でも非常に意義があることだろうというふうに考えております。一方でアメリカですとかオーストラリアとか
ていうですね、まあ、大規模な農業が主流の国においても、まあ、農業の形態というのは、家族経営が多いという現実もございますし、家族農業、まあ、イコール、まあ、小規模農業という捉え方だけではなくてですね、まあ意欲のある農業者というもの の、まあ、その重要性ですとか、家族農業の特質、その強み、まあ、それから各国の状況に応じて、どういうふうに発展させていくのかという観点で、まあ、捉えていくというのが重要かなと思っております。まあ、今後についてはですね、まあまあ、皆さんこれもご承知かと思いますけれども、まあ、2019年から、まあ、今年度、今年から始まるということで、まあ、今パオ の、 ローマにある食料農業機関が、まあ、他の事務、国際機関と連携して事務局を務めておりますけれども、5月ぐらいだと思うんですけれども、キックオフイベントっていうのを開催するということにしておりますので、まあ、そう、まあ、多分そこでその今後の活動計画、アクションプランみたいなものも議論されていくんじゃないかというふうに思っておりますので、農林水産省としても、まあ、積極的に、まあ、関与していきたいというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。司会の私の方からも早速ですね、ご質問があるんですけども、その前に、おっしゃる方の中から、何かご質問だったりとか、ちょっと明確にしておきたい点など、聞いておきたい点などありましたら、ぜひお願いいたします。いかがでしょうか。特にちょっと今すぐないようでしたら、ちょっと私が外務省の、田村さんに、お尋ねしたいんですけれども、確かにですね、小農の権利宣言、これ採択においてはですね、そこに至る過程で基金票を投じられたことは我々としても承知しております。ただですね、国連というのはこれまでさまざまな人権に関する宣言だったりとか、まあ、そういった基準だったりというのが設けられておりまして、例えば、過去にはですね、1960年に植民地と人権に独立を付与する宣言、あるいは先住民族の権利に関する宣言とかですね、あとは差別との戦いということで、女性の権利だったり LGBT 子どもの権利、少数者の権利、あるいは障害の持つ人々の権利だったりとか、まあ、そういったことがいろんな規範基準あるいは宣言の中でこう謳われて、でそれがまあ宣言だったり、さまざまな形で、まあ、規範として、国際規範として設けられるようになってきたっていう経緯があります。なのでこれまで基金票を投じたからといって、まあ小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言が採択された以上は、まあ、基金という立場を貫いていいということにはこうならないという理解を、私などはしているんですけども、日本としても小農農村で働く人々の権利に関する国連宣言というのを守っていくんだと、そういうふうにお考えということでよろしいでしょうか。お答えいたします。まず一般論として国連総会決議で採択された宣言は、それ自体が国法的拘束力のある国際約束ではございません。一番大きい点は、いわゆる今おっしゃられた中で、女性の権利、子どもの権利、障害者の権利といったものというのは、その後その後全て条約として形を結んでいるものです。例えば児童の権利条約、女子差別撤廃条約、あるいは、障害者権利条約で、そういった条約、つまり法的拘束力のある国際約束として出てきたものに関しまして、日本がその一員として批准の手続きを取ったものに関しては、日本自身としてそれをしっかりと履行していくという、そういう法的義務が生じます。これに対してこの小農権利宣言のように、国連総会決議そのもので採択されたからといって、加盟国に対して法的拘束力のある国際約束として機能するわけではないということは明確に申し上げたいと思います。その上で、先ほど申し上げた通り、政府といたしましては、この小農民あるいは地方で働く人々の人権を保護すること、それ自体に関してはその重要性は認識しているということであります。他方でそれが果たして特化した個別の権利として確立しているかどうかについては議論が終焉していない、こういった理由から我が国として棄権票を投じたということについてはご理解いただければと思います。ありがとうございます。ですね、条約になっていなくても植民地と人民に独立を付与する宣言というのを出したのはですね、当時、まあ、当然ながらアメリカ、イギリスというのはこの宣言に反対票を投じているんですね。ただ、その後にやはり国際規範というのがからりとディスコースが変わった、
でそれを受けてアフリカの国々が独立をしていくという世界的な動きが生じてきたということがあります。で歴史的な経緯を踏まえても条約でなければ履行する義務はないというふうな理解というのは過去の事例から考えても、少々ちょっとずれているのではないかと思いますので、その辺を、一点先に、指摘をさせていただきます。でまたですね、先ほど小脳の皆さん の権利を守っていくことは大事だというふうに、おっしゃっていたので、後でですねそれをどのような形でではこういった国連宣言ができたのであればそれについて疑問に思われるのであればそういった議論を開いて、そういった動きを作っていかれるのかということについてなんかも、議論していければいいのかなというふうに、思います。じゃあ、そちらの皆さんから、質問とコメント等ありましたらぜひお願いいたします。1点だけちょっと関連してお伺いしたいんですけれども、法的拘束力として機能しているわけではないというお話があったんですけれども、この人権制限ソフトローということでそういった状況があると思うんですけれども、多分加盟国の義務としてはですね、義務であることは変わらないと思うんですね。で、それを履行しない場合に処罰がないということはあると思うんですけれども、日本はこれに関してですね、今日小農と農村のこちらではですね、小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言ということで資料として配布されているんですけども、そちらにもありますか。こちらで引用したもの、で、これのですね、第2条におきましてはですね、加盟国の義務ということで、加盟国は小農と農村で働く人々の権利を尊重擁護実現するという内容、それから10条1項においてはですね、10条は6ページですね、6ページの下ですね、小農と農村で働く人々に関して参加の権利というものを謳われておりまして、小農と農村で働く人々はですね、政策計画および等に関してですね、参加の権利を有する明記されております。でその2項ではですね、意思決定のプロセスにも小脳を参加させるということが明記されております。でこういったことに関してですね、こういったことを検討していく可能性というものをですね、お伺いしたいなと思います。まず決議の本部についてのご質問でしたので外務省から回答させていただきます。確かにこの第2条には加盟国の義務としてルール書かれているということは事実であります。他方先ほど申し上げた通り、その宣言そのものに何を書かれようが、その宣言が果たして法的拘束力のある国際約束であるかないのかというのが国際法的には非常に重要なポイントであります。で国連の加盟国のそれぞれの義務となり得るのは、先ほど申し上げました通り条約の締約国となった場合、あるいは国連の安保理において強制性のあるようなものが出た場合の二通りが基本的には加盟国に対して義務を求める義務を法的な義務を課すものであります。で実際にこの宣言以外でも多くの国連総会決議でこういった形で加盟国の義務を定めたものというのはありますが、ただそれに関して棄権票を投じた国、反対票を投じた国というのがそれぞれではこれが通ったからといって我が国も法的拘束力を有するものとして義務を果たしますという立場を取っているかというと、これは日本に限らずそうではありません。その上で国内的な手続きとどういったことがあるのかということはちょっと農水省の方からもしご意見があればお答えいただければと思います。法的義務がないにしても宣言なわけですから、それを言うんだったら国際人権規約、BEN規約やさまざまな勧告は法的義務はないんじゃないですか。強制力はないけれども、その加盟国はそれを尊重するということじゃないですか。すみません、一言、法的条約じゃないので宣言に法的義務がないというのはその通りだと思います。でも女性に対する暴力撤廃宣言にしろ、まさにさまざまな宣言があって、加盟国はそれはやはり、法的義務ではないが加盟国の義務として掲げられているものが宣言として採択されたわけですから、日本政府としてはやはりこれに沿うように動くのが国連の加盟国としてはあり得ることではないか。それは法的義務じゃないかもしれないけれど、趣旨に関する権利とかですね、それがやはりこの宣言をできる限り
やはり尊重するという立場で日本政府は動くべきではないですか。じゃなかったら勧告なんて全部法的拘束力はないわけで、じゃあそれ無視していいのかというとそうではないでしょう。どうですか。お答えいたします。一般論として申し上げて、まず、実際に義務でないから何もやらなくていいのかという点に関してはまさに先生ご指摘がありましたが、我が国として必要な検討を行うということはそれはもちろんであります。ただ他方で、はい、その上で法的な義務ではないということについては申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。法的義務ではないが、尊重するということで、多分ここにいらっしゃる皆さんたちはできる限り、我が国で政府がこれを尊重して、例えば女性の権利などもあるじゃないですか、エンパワーメントとかさまざまな点で日本政府自身がこれを尊重し、どう政策が変わるかということを期待していると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。すみません、専門家である福島先生に社会人説法で大変恐縮ですが、女子のいわゆる女性差別撤廃の話というのはまず宣言があって、でそれから1979年に採択されたもので、日本は1980年に入った女子差別撤廃条約がございまして、そういったいわゆる法典化の流れとして法的拘束力のある形で条約ができてきて、日本もその流れに積極的に関与しているというところはございます。で他方で繰り返しになって大変恐縮なんですが、今回のその小脳の権利に関しましては、そもそもこの小脳特有の権利として、この権利を考えることがそもそも適切なのかどうかということが国際社会においての一つ流れになっているかどうか、そこは修練しているとは言えないというのが政府の立場でございます。今のご指摘に関しまして、もちろんその法的な権利という話であるわけですね。国際的に同国はそのちゃんと意見を持って修正していないから、しない。一方で農民の小脳の権利を守る必要があるというふうにも考えたとすれば、そういう方向に向けてむしろ国際世論なり国内世論なりを誘導するような、姿勢とかですね、あるいはそこに向けて協議を少なくとも続けていくっていう、そのこと自身は否定されるだけではないと思うんですね。いかがでございましょうか。日本自身もこの小脳の権利宣言が実際にまずニューヨークで採択される前に、先ほど説明した通りジュネーブにおいて、さまざまな議論があった中ですが、その議論の中には、国連人権理事会の理事国の一員として積極的に議論には関与しております。ですので我々は反対票を投じたわけではないということは、あまりアピールにはならないかもしれませんが、申し上げたいのは、その農民の権利それ自体を否定するわけでは全くないわけです。ただそれが他にも先ほど福島先生がおっしゃられたような B 規約、自由権規約などで、そもそも人権というのはさまざまな分野で基本的に人権として定まっているものがあり、それを日本として遠投するということは、当然日本としてそれを履行していかなきゃいけない義務が生じるわけです。果たしてその義務を生じさせるという非常に重たい行為まで我々がこの小脳の権利宣言について至るかどうかということに関してはなお議論が必要であると。ただ国際的な条例についてはフォローしていきたいと思っております。国内的な議論についてはすみません、ちょっと私の方から答えられてしまうんじゃないですか。国内の議論というのは農水の川口さんがお答えできますでしょうか。はい、国内の議論、一般論としてなんですけれども、先ほど2条と10条のお話が出て、ご承知の通りいろいろなこの、権利についてこの宣言言及されてますけれども、国内においては、これらの権利等についても基本的に農業者の方については確保されているというふうに考えておりまして、国内で何かこう新たな施策を講じて、その基本的人権が守られていない方を農水省の立場から何かっていうことは今のところは考えていないということでございます。ありがとうございます。いろいろと質問が出てきているんですけれども、私が喋りすぎると良くないので、ぜひご登壇されている方でどなたかありますでしょうか。玉山さんとかいかがですか。何かお話されたいこととか。兵庫県からなりました、農業をしております玉山と申します。今ご発言を農水省の方から受けまして、日本政府における、小脳の定義とは何か、小脳とは誰を指すのかということについて、家族農業の10年との関連についてご説明をしていただけたらありがたいと思います。は
はい、家族農協の10年との関係で小農を定義ということというふうに理解しましたけれども、基本的にはですね、家族農協の10年の中で、特にその小規模な農家っていう形では、なんていうんですか、そこにこう限ったっていう表現はしておらずにですね、確か1、で、その、小農の宣言の方では、確か第1条で、定義が あるわけですけれども、このお配りいただいた概略にもある通り、特段その規模を、規模ですね、その家族農業があるですとか、その規模とかですね、そういうのについて、定義を明確にしていないということで、我々といたしましては、その小農の定義っていうのが、ここに書いてある、条文に書いてある、1条1項、および4項までございますけれども、これを、ある意味これしか我々としては判断の道具といいますか、ものが持っていなくてですね、家族農業との絡みでどうかっていうのは、公式な立場としてちょっとお答えできないというのが正直なところでございます。ちょっとお答えになっているかどうか自信ないんですけれども、小農の宣言の方では、小農とは自給のためもしくは販売のためまたはその両方のため一人もしくは他の人々とともにまたはコミュニティとして小規模農業生産を行っているか行うことを目指している人ということが最初に書かれているわけなんですけれども、これが家族農業の10年の方で、農水省は、地域農業の担い手として家族農業経営体を中心に施策を講じる対象とされています。それについて その小農との関連について私は先ほどもお尋ねをしたわけなんですけれども、家族農業とは別に小農を規定するものではないという理解でよろしいんでしょうか。農林水産省経営局経営政策課の、与田の代わりに出席しております渡辺と申します。お尋ねの点はその、我々が、いわゆる小規模な農家族経営を支援するために国会等の議論で お尋ねいただいた点に答えている部分についてどういうふうに捉えていて、それと、この小農宣言の、言っている小農とはどういう関係にあるのかということをお尋ねだというふうな理解でお答えさせていただきます。そもそもその農水省の施策の対象の定義の中に、家族経営とかですね、あるいはその小農といったものが何か定義づけられた根拠になるような法律があるわけではないというのが大前提としてございます。その中で国会答弁等の中で答えさせていただいている家族経営体というのは、では統計を取る際の、定義でございまして、いわゆる販売活動を行っている農業経営を行っている、世帯ですね、いわゆる農家さんで、ここで言うと自給のためではなくて販売のためっていうことになると思うんですが、そういった、世代で1世帯で農業を営みとしてやられている方っていうものを指して、家族経営体というふうに申しております。でこれしか要は国内で、家族経営というものを把握できる統計上の、概念がないので、我々これを引用しているわけですけれども、これとではここに書いてある小農っていうものが一致するか否かについては、この小農宣言の中で具体的にこの例えば小さい規模での農業的生産が一体どれぐらいなのかっていうのが分からない以上、我々これは一致している一致していないことがなかなか判断できないというところが、ご質問に対するお答えになると思います。一致しているか一致していないかということなんですけれども、少なくとも、自給的農家っていうことが小農宣言の中では十分に謳われていると思うんですね。で、この家族農業の10年のところで、農水省の方のホームページを拝見しますと、家族農業経営の、家族農業経営の活性化のための施策例として、いろいろな施策を挙げていただいております。例えば農業経営基盤強化基金でありますとか、産地パワーアップ事業経営体、
育成支援事業、さまざまなものが全部は申しませんけれどもあると思うんですけれども、加速農業の10年についての、施策を支援をするという立場で農水省がこのような施策例を挙げておられるというのであれば、小農の中には自給的農家というのが含まれるわけですね。経営耕地面積が30アール未満で、かつ過去1年間の農作物販売金額が50万円未満の農家、あるいは、土地持ち非農家、農家以外で耕地及び耕作放棄地を合わせて5アール以上を所有している世帯っていうのは、小農とみなすのかどうかというのを私としてはお聞きしたいわけなんです。で、このようなもしも自給的農家や、土地持ち非農家といった、これら現在では農林業センサスでは統計を取られておられないようなそういった農家についても小農の権利宣言においては十分な小農としての役割、あるいはですね、例えば歴史的文化的自然遺産の普及と保全であるとか、農村地域における生物多様性の損失を止めることなどが小農の役割として挙げられています。で、自給的農家には長くなって申し訳ないんですけれども、このような施策例のような一切支援がないということで、もしもですね、自給的農家あるいは土地持ち非農家を小農というふうに農水省の方あるいは日本政府の方で、考慮することをこれから考えていこうということを可能性があるのであればですね、私としては、まずそもそも農林業センサスで行われている小農に入らない、ごめんなさい、家族経営体に入らない小農の存在というのが今のところ統計上把握することができない状態になっていますから、この農林業センサスの在り方自体を検討する必要があるのではないかというふうに思っております。で、そのことについて農水省の見解を教えてください。はい、渡辺の方から、答えられる範囲でお答えさせていただきます。その厳密に言いますと、そのセンサスで自給的農家というカテゴリーと土地持ち非農家というものは、まあ、統計を取っておりますので、その小農に関わる可能性があると思われる、その今ご指摘いただいたような対象というのは、センサス上含まれてないかといえば、まあ、含まれてるんじゃないかと。ただ私も最初に言いたかったのは、この権利宣言で言っている小農というものがここに書いてある以上の定義がないとないので、要は我々としても判断つきませんよというわけです。で、それと一回、まあ、この権利宣言と離れて、じゃあ自給的農家について農水省としてどういうふうに向き合っているのかと、土地持ち非農家についてどういうふうに向き合っているのかというところを少しご紹介させていただきますと、ホームページの方には載せていたかちょっと定かではないんですけれども、まずその農業というのは、その販売目的で行っている家族経営体だけで、まあ、当然農業が営めるわけではなくて、農業 その地域コミュニティあるいは環境というものをどうやって維持していくかって考えていれば、当然その自給的な農家さんであったりとか、あるいは土地持ち非農家の方の協力を得ながら、その水路であったりとか景観であったりとかの環境を保全していくことが必要であると、それは当然我々も認識しています。ですので、日本型直接支払い制度等でですね、まあ、そういった、いわゆる自給的な農家さんや土地持ち農家さんも含めた地域コミュニティとしてどう農村を維持していくのかということに対する支援策を講じているので、その点についてはそういう向き合い方をしているよということであります。ということでお答えになっているかちょっと定かではないんですけど、じゃあ松平さんと池上先生、2つコメントをお願いいたします。ご意見。すみません、京都で農業をしながら小農について研究している松平と申します。田村様にちょっともう一度お伺いしたいんですけれども、先ほどの議論を受けてですね、まあ、日本としてはこの小農の権利宣言義務を果たす予定がないという理解でよろしいですか。その場合ちょっと国連人権理事会にですね、何か確認する必要があるのかと感じております。で、さらにですね、2017年の12月のですね、農林水産委員会でですね、
人権委員会、人権理事会の理事会でですね、多分作業部会だったと思うんですけれども、日本政府が棄権したということをですね、農水省さんが知らなかったということが、非常に大きなニュースになりまして、この意思決定ですね、この、小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言の決定に関してはですね、外務省さんだけで今でもされているのか、あるいは農水省さんとですね、古代の農家と利害関係者とですね、つながりのある農水省さんとですね、協議して進められているのか、この2点についてお伺いしたいです。まず重要な点ですので、2点目の方から申し上げますと、結論から申し上げますと、2017年の人権理事会における決議の際も、外務省は農林水産省を含めて、関係省庁で協議した上で、この棄権というポジションを取っております。国会の審議において、そういったやり取りがあったということは事実ですけれども、実際のところを調べてみましたところ、我々は農林水産省としっかりと連携をして、この結論を出している。その観点においては、2018年も17年も変わりはありません。もちろんこれだけ重要な施策ですので、外務省だけで決められる話ではございません。そこは国内の関係するアクターとして、今まさにおっしゃられた通り、農業を見ているのは農林水産省ですから、そこで調整するということの重要性はもちろんございます。で、1点目の件でございますけれども、先ほどの議論の繰り返しになりますが、その実際にこの国連総会の決議として出てきたものに関して、少なくとも我が国に対して法的拘束力を及ぼすものではないというのが現時点での見解です。で、これじゃあ実際にここで書かれていることに関して何もやらなくていいのかという議論が先ほど福島先生の方からございました。で、我が国としては、ここの出てきている内容については、もちろん我が国にとって必要な検討というのは今後を関係する部局で行うことにはなってまいりますが、しかしそれは先ほど申し上げた通り、我が国の基本的な立場であるところ、こうした個別の権利として修理しているかどうかということに議論がまだまとまっていないという立場を踏まえて、今後検討されていくものであります。もし、2017年の件で農林水産省が、特にはないんですけれども、先ほどの国会の話につきましては、確かにお話があったような件はあって、その場で直ちにお答えできなかったというのはあるんですけれども、通常国会ですと、事前に質問を教えていただいてというのはあるんですが、それがなかったので、ちょっと不意だったのでお答えできなかったということでございます。農水省としても、外務省等とですね、連携して対処しているということには、間違いはございません。点だけ、その検討していく可能性があると発言されたんですけれども、どこで誰がどう検討していくのかっていうのを、例えば先ほどですね、渡辺様からですね、小農に関してですね、さまざまな施策がすでに行われていると、それは分かるんですけれども、この小農の権利宣言に関してはですね、その中における小農のですね、役割というものをですね、検討するということがですね、これそういうもし検討するのであれば、可能性があるのであれば、考えていかなければいけないと思うんですね。それが見えてないので、こういった権利宣言ができているという背景がありますので、その検討というのがどういった形で行われていくのか、省庁、外務省だけなのか、農林水産省でも検討していく可能性があるのかというのをお聞かせ願えれば。私が申し上げたのは、その我が国の施策にとってこの内容が必要な検討、つまり我が国にとって必要かどうかというところについて、そもそもこれは例えば農業に関する話であれば農業、水産業に関するであれば水産庁といったように、それぞれその外務省で受けているその国連総会、あるいは人権理事会の内容でも、その決議のサブスタンスですね、実際の内容に関わる話は極めて多岐に及びます。したがって当初といたしましては、そういった国内の関係省庁の意見も踏まえながら、今後どういった施策を取っていくかを考える、すなわちどういう形で小農を例えば定義するのか、国内における小農をどうするのかということに関して外務省は口を差し挟む立場にはございませんので、そこは関係する部局の中で考えることだと思います。国連でのまず議論ですので、日本も含めてっていうのは当然なんですけれども、世界のでの流れの中での議論ですので、まずはそういう世界の中での議論をする中で、日本がどうするのかっていうのは、外務省ともですね、連携して当然対応していくということになると思います。農水省だけで何かをするとかっていうのは、当然
今ご説明したようにできませんので、まあ、ここで世界の中でどうするのかという流れの中で農水省としても貢献できることはするというスタンスでございます。すみません、最後ちょっとここ重要なので、この小農の権利権利は小農が関わるということが一つ大きな検討においてですね、小農が関わるということがですね、その内容になってますので、そこをですね、非常にしっかりと検討していただきたいと思いますね。でないとですね、やっぱりこのまあ、それ検討にならない、そもそもですね、その内容の検討にならないと思いますので、はい。はい、大丈夫です。その前に池上先生からのコメントがあるかと思うんですけれども、今松平さんがおっしゃっているのは、省庁内のみで話すだけではなくて、やっぱりこういうところで出た市民との対話だったりとか、今小農と自分たちをこう呼ぶ皆さんとのその直接対話の場がありますので、そこで得られた意見コメントなんかもぜひこう活かせてほしい、でまたそういう場を持っていってほしいということだと思うんですね。やはりこういったこと、今定義が決まっていないで、分からないというのであれば、非常に今のところはこう不透明な状態、分からない状況なので、そこを透明性を持ったプロセスでどういうふうに検討していくかということが、今後問われてくるのではないかなというふうな、そういうコメントだったというふうに、はい。先ほどからですね、田村様に法的拘束力空力っていう話が出てるんですけれども、国連憲章にですね、総会の役割というのが規定されていてですね、総会合意なので法的拘束力がないとしても尊重義務があるということなんですね。ですので、そこもですね、しっかりと押さえていただきたいと。じゃあ、まず、はい、池上先生、次は。今の意思決定の、ね、仕組みとかについては非常に今指摘された通りなんですが、この権利宣言のアーティクル10にも、State shall promote the participation directly and overthrough their representative organization of peasants and other people working in rural areas になっていますので、この精神をやはりきちんと尊重していただきたいというふうに思いますね。で、ちょっと言葉尻を捉えるみたいで申し訳ないんですが、冒頭の方で日本の小農民が、権利を侵害されていることは見られないというお話があったかと思うんですけれども、これはぜひここに集まってきていただいている、農家の方にお話をお聞きしたいと思います。基本的な観点ですね、基本的人権、生存権とかいろいろ面で見るときの人権という、権利という理解と、それから農民としての権利、小農する権利というのは内容はだいぶ違うと思うんですよね。で、一つは、この中にも入っております種子をめぐる議論だったりとか、それから知的所有権をめぐる議論だったりとかですね、いう点で、どういうのかという問題とかですね、それから学校教育を受ける権利というのは明確にあるわけですけれども、現実にはどんどん小学校がもう統廃合されていってしまって、コミュニティから抜けなくていってしまっているという現実がありますよね。そういうことに対してどういう手当てをするのかということが一つあると思います。それからもう一つ、先ほど渡辺さん のご回答の中でありましたいただいた回答は、ほぼ想定通りの回答でございましたけれども、少なくともそういう、いわゆる直接支払いですね、農村政策として果たして役割というのは認めるわけですが、これ十分だとお考えでしょうか。私持っている意義とか政策の意図はよく認めるんですけれども、決して十分とは言えない、もっと拡充するべき余地があるように思います。そういうことも含めて、一緒に作っていくって、一緒に議論して、新しい政策を作っていくっていう姿勢をお見せいただけるとありがたいなというふうに思っています。はい、じゃあ、まず渡辺さんに答えていただいて、池上先生が皆さんにご質問された、じゃあ権利を守られているとこう思うかどうかっていう、実態のあたりをその後で少しお話しいただければと思います。池上先生からの、私も同じことを皆さんにお伺いしたかったんですけれども、やはりここに書かれているものが、その権利として必要なのかどうか、特にその我が国基本的人権は、憲法に始まって、保障されており、小農の方も含めてこういった権利
保障されているはずなわけですね。でもそういった中で、まあ、もちろん個別具体に例えば私の実家も小学校がなくなったのでその後どうするんだというのは地域の中で問題になったりもしましたけれど、結局そういったことも含めて、まあ、教育を受ける権利が保障されているので、行政がコミュニティバス出すとかですね、そういったことをやっているというのは我が国の実態としてあると思うんですね。その上でもその小脳に特化して何かその権利としてそうするべき問題があるのかどうかっていうのは、我々やはりまだそういった問題があるっていう検討というのは、要は認識に至ってないので、こういった場合ですね、当然そういう問題があるんであれば、具体的にそういった意見を交わさせていただきながら、まあ、どういったことができるのかというのは検討していくべきであろうと。我々もともとこういった問題を相手にしませんって言ってるわけではなくて、当然問題があるものについては行政としてどう向き合うべきか、その農村においてどういうことが必要なのかというのは常に農水省としては窓口開いてますので、そういった姿勢でおりますというのが多分一つ答えになるのかなと。で、直接支払いが十分なのかどうかっていう観点については、これはまたその担当の部局が常に、まあ、それが必要かどうかという検討をしながら今の制度というものを、5年ごとに見直しているというのが今まで直接支払い制度ですので、まあ、いわゆる組織としては今のもので十分だというふうに認識してますけれども、それが足りないということであれば、おそらくこの見直しの過程の中で、まあ、どう足りないのかということをやはりこういう対話を通じてよく議論していくということに尽きるのかなというふうに思います。ちょっとだけその一つだけ、まあ、そのお話を聞いて安心いたしましたけれども、新しい国際的な動きが出てきている中で、次の食料農業農村基本計画にこういう動きを反映させるものとして、書き込んでいくのかどうかということで、まあ、ぜひ書き込んでいくべきだというふうに思っているんですが、そういうことと、もう一つ基本的人権とかに関わる問題で、まあ、営業の自由とかねございますよね。で、そういう営業の自由というところで観点を見たときに、そのちっちゃい農業でちゃんと生きていけるその国際的なフードシステムの中に、やはりバリューチェーンの中にこう巻き込まれていくことによって、日本 の、 その小規模農業が生きていけない現実もあるわけですよね。で、それはその営業の自由を、営業の自由と権利を侵害していくことになるんじゃないかという見方もあるわけですよね。で、そういう点について今後どう考えていったらいいかということがまたぜひ議論していただきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。そうしましたら、今のご質問に答える形でもいいです。島田先生、先ほどコメントも、はい、ご質問されたかったと思うので、それも含めてぜひ状況などの質問ですが、はい、思います。いろいろと説明ありがとうございます。その上で質問ですが、農水省にお聞きしたいんです。農村が消滅していきますね、このまま。だって日本は二極分解しちゃって、どうしたの。この農村をどう守り、あるいは再生していくかっていうこの政策は大事だと思いますけど、これは農水省だけやる問題じゃないと私も思ってます。繰り上げてこの問題と、例えばそういった方向に向けてのこう国民の意見も聞きながらの検討委員会、専門委員会、農村再生のね、大きなプロジェクトを考えておられるかどうか、一つ。もう一つは外務省の方にも関わるんですけど、家族農業10年、これから始まりますがね、これについてはどうするんですか。やっぱり同じ態度ですか。政治に消毒してるんでしょうか。消毒権利制限はもういいですが、説明をしていただいたら、これからの10年のこの問題についてはどうなさるんでしょうか。基本計画の話と、それからフードシステムとの営業の権利の話と、あとそれから消滅する農村についての話という3つ、ポイントが出てきた中で、基本計画については先生ご指摘の通り、これから見直しの時期に入りますので、当然今のこの情勢を踏まえてですね、検討していくということかと思います。その中で個別具体にどういう論点が出るのかというのは、これから検討始まる段階ですので、また私も所掌を超えている話なので、ここでこういうものがありますというふうにはなかなか言えないんですけれども、少なくとも当然今の情勢ですね、
それはいろいろなものを含めて、あの要は妄想に人がいなくなっていくことも含めて、当然検討がスタートしていくものになっていますので、そういったものではないかと思うし、ご意見があったということはあの受け止まりました。で、あの営業の権利に関してですけれども、これはなかなか、ちょっともう今日ざっくばらんに意見交換ということなので、ちょっと組織の立場を超えてお答えする部分もございますが、まずその地球的な農家さんというのは、センサスベースで見ていくと、このまあ何十年も基本的に数変わってないんですね。その多少の上下変動はありますけれども、やはりまあ、自分の制御があって、その中で自家消費、あるいはちょこっとまあ余剰の分を販売するというような営農形態とかっていうのは、数としては変わっていないと。それに比べて、販売を行っている販売農家さん、いわゆる家族形態というものは、数が激減しているという状況なので、このまあ自給的な農家さんがこのフードシステムに組み込まれるかどうかというのは、多分販売行為をしない限りはそんなに問題にならないんじゃないかと。他方で販売行為を行う場合には、今度はいわゆる販売農家のカテゴリーに入ってくるというか、なんかトンチみたいなこと言って恐縮なんですけれども、なってきますし、それに対してはあのホームページで書かせていただいているような、各種まあ経営の基盤をしっかり作っていく施策というのを講じてますので、まその中でどうやってそのフードシステムの中でもまきちっと制御がサステナブルに続いていくかということを支援していくのは、これは変わらない姿勢としてございます。3点目 その消滅する農村の部分について、これはあの先生ご指摘の通り、農水省だけではどうすることもできない部分がございます。で、当然こういった問題については、総務省さんのそういった 地域組織運営しているところであったりとか、あるいは国土の管理の観点もありますので、国交省さんとも当然あの担当レベルというか、担当部局レベルではきちんと意見交換されて施策を考えているところでございます。ただ、先生が言ったようなその検討委員会を何か立ち上げるのかといった点については申し訳ありませんけれども、私自身は今ここで承知してないので、ちょっとお答えができませんということであります。はい、ありがとうございます。10年の間です。はい、そうです。そしたら外務省さん、家族10年、農業の10年について、外務省の経済安全保障課の河合だと申します。この宣言そのものですね、外務省がどうしていくのかということで申しますと、もちろん農業、国内の農業ということでいきますと、農林水産省の方の干渉ということになりますし、我々の方で FAO、国連食糧農業機関の方、干渉しておりまして、日本の方から の分担金の拠出等々を行う中でですね、この家族10年農業の10年の、報告等も求められておりますけど、実際に FAO が、世界各国でですね、こういった家族農業を、立ち上げていくためのですね、支援のプロジェクト等々というのをたくさん進めているところでございます。先ほど来権利だとかいうことでですね、どういった目的でということがあるんですけれども、我々の課のところで見てますと、日本と比べますとですね、中東、特にシリアであるとか、アフリカ地区とかですね、まだまだ日本で言えばここに書いてある当たり前のように守られている権利がですね、現地で守られていない地域というのがたくさんございます。そういったところに、こういった国際機関を通じてですね、活動をすることによって、より良い、農業形態が発展できるようにということが、我々外務省としては基本的にそういった国際機関を通じて支援をしているというところでございます。ですので、ちょっと直接的な答えじゃないかもしれませんが、外務省としてはですね、こういった国連決議について、国内だけでなく海外における、そういった展開、特に日本においてはこのベストプラクティスの共有ということもありますので、日本で、進んだ農業形態であるとか、輸出支援、そういったものをですね、広げていくというところにも目を向けているところでございます。はい、ありがとうございます。斉藤さんから話し合いたいのかな。その前にですね、先ほど何でしたっけ、そうですね、その販売のお話、そうじゃない中で自給的な農家さんの数とかこう変わらない中で、実態を知りたいで、逆に、そういう方々をいろんな政策でこう守る必要っていうのが、どういうところにあるのかっていう、問題提起もなされていたと思うんですけれども、その国連の小農、こちらの小農の権利宣言を見ると、その小農の役割っていうのがやっぱり位置づけられているんですね。で、
そこにやはりその多くの国と地域で母なる地球、マザーアースと呼ばれる地球を守り、それと調和し、そのプロセスとサイクルを通じて適応再生する生態系の生物学上かつ自然に備わる能力への尊重を含むが、これらの人々によるこの努力こそが支援されるべきであることを確信しというふうにありまして、でこういったことがまた、人と人のつながりを作ったりとか、農村社会を、守っていく、そのいろんな、農というものはこう食べ物を生産したりとか販売するだけではない、いろんな機能、あるいは機能というのも本当におかしいような、いろんな側面や魅力がある中で、そういったことを含めて、そういった暮らしを営むことこそもその権利だ、あるいは尊重されるべきなんだという議論が午前中にもありましたし、この権利宣言というのは、そういったことが含まれているんだと思います。でこれは何も国際的な議論だけで起きていることではなくって、日本の農家さんの現実というものを、そういったものもあると思いますので、先ほどの池上先生の、質問にもお答えいただきながら、困っている部分ですね、あるいは、その魅力としてはこういうところがあって、やっぱこういうことこそ守って、こういうことこそこういうのこそ守ってきちんと、推進していく、だからこそこういう政策が欲しいんだみたいな、そういったようなこうご意見なんかコメントなんかもあれば、ぜひ合わせてお伺いできればと。渡辺さんに反らなくて申し訳ないんですけど、僕も茨城で家族農業をしている斉藤と申します。あと SFFLJ で小規模家族農業ネットワークジャパンの呼びかけにもさせていただいています。質問としてはですね、農水省さんと外務省さんが人権宣言について連携して、棄権するということを決めたっていう お話し合いがされてるっていうことなんですけど、そのプロセスに関しては、どこか見ればそのプロセスっていうのが見れるものなんでしょうか。情報公開というか、どういうプロセスを外務省さんと農水さんなり関係省庁さんが話し合いをして、その棄権ないし、それは小農の権利宣言の棄権もなんですけど、家族農業の10年に関しても、農水さんと外務省さんなり、関係省庁さんが話し合って決めたっていうこと、家族農業の10年に関しては政府も賛同して、共同提案国であると思うので、それを、決めたプロセスっていうのはどこかホームページであったり情報公開っていうのを何年後かにすれば、それは見れるものなんでしょうか。まず、小農の権利宣言の意思決定の過程、すなわち外務省と農林水産省でどのように協議しているか、どういう過程なのかということを申し上げます。まずは一般論で申し上げますが、この人権理事会の決議にしても大体1会期50本くらい、国連総会の決議においておそらく各委員会から集まるものを含めば多分100本を超えるものとなっております。でそうしたものが年に必ず出てくる中で、まず一般的にどういう形でやり取りをしているかといいますと、我々の代表部というのがあります。ジュネーブであれば在ジュネーブ国際機関代表部があります。またニューヨークであれば在国際連合日本政府代表部がありまして、でそこの代表部のですね、代表部員が、こうしたニューヨークベースあるいはジュネーブベースで行われている議論について情報収集をします。例えばこの小農の権利宣言に関しましては早くから日本としても議論に参加していますので、例えば内部でこういうような議論があったということに関して、ではこれについてどういうふうに対応すればいいのかということをまず東京の外務省に対して紹介をしていきます。でそれを受けまして、例えばこの人権理事会の話あるいは国連総会の第三委員会の話でしたら、基本的に実は全てではないですが、基本的には外務省の人権人道課が担当となって窓口となります。でそこで一旦まず関係する内部の外務省内部の部局、それから農林水産省この場合はそうですけれども、のようなそれぞれの内容に関わるところについて、これに関する意思決定をするにあたってどういうふうにすればいいでしょうかということについて相談をすると、そして日本政府の意見というのをまとめて、それを国連の代表部この場合ですねに対してこういうふうにやってくださいという形になります。でこれらの過程は逐一ウェブサイトにアップしているわけではございません。ですが政府部内の意思決定の過程については行政文書で残しております。それはいつか見れるということなんですか。いつかというかどの段階で見れるんですか。まず一般論として行政文書については一定の年限を踏まえたものは特段の理由がない限り全面的に開示されるというルールがあります。でまた実際にその過程について見たいという方であれば、その情報公開請求、情報公開法に基づく開示請求というのをやっていただくということは一つの手段だと考えます。家族農業の10年の意思決定も同じ認識ということ、外務省さんも入って家族農業の10年の共同提案であったり、賛同国というかそういうことを、ちなみに外務省さんと農水省さん以外も
意思決定を触る他の省庁さんはいらっしゃるんですか。ですね、今お答えします。今田村からもありましたけれども、この家族10年、家族農業の10年に関してもですね、国連代表部の方から、そういった打診が共同手当国入りを含めましてありまして、外務省の方から関係省庁である、農林水産省の方と、相手をいたしましてですね、その上で決定をしているというプロセスを行っております。その最後すいません、もう言っていただき農水さんにお聞きしたいんですけども、家族農業の時代5月からキックオフイベントがあるということなので、FAOでのな日本としては今後その家族農業10年に向けて今から国内での、議論であったり、まあ、そもそも国際家族農業年の10年がメディアにほとんど触れられていないという現状があると思うんですけど、そういったキャンペーンであったり、まあ、こういう市民との対話の場であったり、予算付けであったり部署であったり担当官であったり、その辺の計画というのはど何か少しでも見えているものがあるんでしょうか。現時点で見えているものがあるのかという点については、現時点では特にそういうふうに外向けにですね公表して見えるものというのはありませんというのが答えになります。今後はあるんでしょうか。今後のことについてはまあ、いろいろなご意見を踏まえながら検討していきますというふうにしか私の立場では言えない。どうですかね。でも実際じゃあ話し合っていきましょうという感じぐらいはお答えいただけますか。こういう対話続けていくということはできると思います。ぜひよろしくお願いします。関連して先ほどはちょっとコメントさせていただいたんですけれども、法的拘束力はないんですけれども、これ総会で採択されてますので尊重義務というものがあるということをまずこれ確認したいです。でこれ国連総会、憲章にですね総会の役割規定されてますので、まずこれ尊重義務があるのかで関連なんですけれども、要はですねこれまでの議論でしたらその省庁内での議論でよかったんですけれども、尊重義務があるのであればですね、これからはですねもしその検討するあるいは支援するという文脈においてですね、省の自身がですねその役割に入っていないと、尊重してないことになると思われるんですね。ですのでですね、そういったですね、認識というものはあるのか。第3条でですね、不平等及び差別の禁止等ですね、小農の宣言の中にですね、そういった小農がしっかり立案段階から関わる、省庁内だけではなくてですね立案段階から関わるということが書かれていますので、それを尊重される予定はあるのかということをお伺いしたいです。まず国連総会決議に関してはまさにご指摘された国連憲章ですね、国連総会決議のに書かれている通りです。すなわち我が国は国連の一加盟国としてその総会で立てていた内容に関してはこの憲章に基づいて行動する必要というのはあります。ただそれが先ほどの話の繰り返しになりますが、わざわざ国際法上これが法的拘束力を有するのか有しないのかということを厳密に言っている理由というのが、それは各国がですね仮にこれをやりますというふうに言うかどうかというのの法的にその義務を負うのかというところが一番重要な点なんですね。先ほどもやり取りでも申し上げた通り、その尊重義務というのはこれ自体がそれ尊重しなければ あるいは尊重するということ自体はこれを必ずやらなければならないということを意味するわけではないということです。でこれはこれに限らず、この小農原理の話に限らず多くの国連総会の決議というのがありますが、必ずしもその全てについて日本政府としてメンバーとして履行しなければならないというふうに考えているわけではないということはまずはっきりさせたいと思います。ただその上で我々はこのさっきも申し上げました通り、政府としてこの小農民および地方で働く人々の人権の保護を促進、それ自体は重要であるという考えはもちろん持っておりますし、またこれらの方々の権利が既存のその人権のメカニズムを通じてそれが生かされていくことの重要性については政府としても承知しているところでありますので、そこは実際のその総会の宣言に書かれているから我々は何かそのすぐに直ちに何かアクションを求められるというものではないという認識ですが、ただそれはそれとして実際にどういう形で小農の方々の権利を保護促進していくかどうかということは関係省庁と協議しながら進めていくという整理となります。松平さん大丈夫ですか。はい、その検討において関与していくことを考
考えられておるかということを伺います。おそらくそこは先ほど農林水産省の方が答えられました通り、どういう形でその日本政府として意思決定を行うのかということについては、当然政府部内の決定もさることながら市民社会の皆様との対話というのは、特に人権の分野では非常に重視しております。これは特に日本が加盟している人権条約体の関係では非常に顕著ですけれども、それぞれ定期的に日本がその人権状況を履行しているかどうかについてはフォローアップの報告というのを求められるんですが、その際も必ず市民社会との対話を開いたかどうか、そしてそこでどういった意見が出されたのかといったことについては、当然人権条約体の委員からも指摘をされることであります。例えばこの間まさに1月にございました日本の児童の権利に関する日本政府の審査においても同様の意見というのは出されております。でこういったものというのは日本政府が法的拘束力があるものとして受け入れている人権条約体においてはこういったプロセスというのは何度も行われるものですし、それ以外の一般的なこの人権に関しても政府として当然市民社会の皆様と対話しつつ議論をしていくということは、これは外務省に限った話ではございませんけれども、そういったことというのは重要であると考えています。私は農民部の全国連合会我が国にとって必要かどうかの検討を行うと、必要な検討を行うと、ぜひ否決する前にやってほしかったなっていうのが一つ私の意見としてあるんですね。それとあと小脳の権利を認めるかどうかは国際社会で、意見を修練してないということなんですが、日本政府の主体的な立場をですね、ぜひ教えてほしいというのがあります。つまり他の国が意見が割れている場合は日本政府は常にこの棄権していくのかというふうに捉えてしまうんですね。そこをちょっと教えてほしいと。もう一つはですね、農水省の方から国内では権利が確保されているということを言っていただきます。それでもこの権利宣言ね、熟読してみれば日本で確保されていない権利が少なくともいく全てとは言いませんけども結構ありますよね。例えば第4条の2項女性の権利の部分ですけども、あらゆるレベルの開発計画の策定と実施において平等にあるいは実効性を持った参加ができる権利であったりとかです、あるいは第15条の第4項 の食料試験に関わる権利が規定されている部分とかですね、少なくとも日本でも確保されていないものがただあると思いますね。それを日本で確保されていると言ってしまうのはやっぱり問題なんじゃないかな。小崎さん、ありがとうございます。先ほどの渡辺さんからのご質問にも答えていただくような形になったと思うんですけれども、またその田村さんから、今、やはり、実験分野において、なんでしょう、内容が固まっていないもの等については、市民社会の対話というのをこう重視しているという、非常にありがたい、貴重なお言葉をいただいたと思うんですけれども、ただ今ちょっと聞いてですね、もやもやって自分がしてきたのは、先ほどの玉山さんの、ご提起というか質問にまだ答えられていない、要は小脳が何なのかっていうことが定義されていないんですよね。だから市民社会とかその当事者が何なのか誰なのかっていうその巻き込み方、どういった方たちをその今後議論に巻き込んでいくのかっていうのが非常に曖昧なままなので、その最後、そのあたりどういうふうに考えるのかということをお伺いをしたいんですけれども、そういったことをちょっとお伺いした上で、すいません、時間がなくなってきているんですけども、せっかくお越しいただいているので、ぜひフロアにも開いて、そうですね、議論が少しできればなというふうに思います。そのあたりいかがでしょうか。質問の意図をうまくキャッチできている芯がないので、ちょっとポイントのずれた回答をするかもしれませんが、おっしゃるように、そもそもやはり小脳といっていると対象が我が国においては同有者であって、そもそもどういうその権利的に人権を保障しなくちゃいけない問題が生じているのかというのは、やはり、今時点でわからないというのに、違いがありますと。基本的な人権で確保されているといっているのは、この個別の権利が確保されているということではなくて、そもそも何かその人権を制約するような制度があるとか、そういうことではないですよというふうな意味で回答しているところですので、例えばご指摘があった4条2項の、A 項にあるような、そもそもこの あらゆるレベルの開発計画の策定と何々においてできる権利というのが具体的に何を想定しているのか、しかもそれは権利として保障すべきものなのかどうかといったことを、多分議論しない限りは、賛成反対という話には特にその法典化するというレベルになればですね、多分そういう議論を尽くさないといけないと思いますので、
て、それは今日対話の中でもいろいろと、こういう問題があるんだということを見つけていただいて、それに対してどういうふうに考えるのかを、検討させていただいて、また、それに対してこういうふうに考え整理しましたよというような、キャッチボールを重ねるほかないのかなと思います。今時点でちょっとそういうふうな、はい、そうですね、そのあたりはまさに、いろんな方々と対話を重ねて、これからはまだ今曖昧なのであれば対話を重ねて、決めていければということで、それは非常に重要なご意見かなと思います。広い形でぜひいろんな方、特定の方だけではない、こうした場をこう利用して、ぜひ市民が開いた場なんかっていうのもこう利用しながら議論を重ねていっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、開く前に玉山さん、何かあればぜひお願いします。その今のお答えに関連して、小農ということでもなく、すでに家族農業の10年の方で自給的農家のことについて国連総会決議の方でも、歴史的文化的自然遺産の普及と保全、伝統的な習慣や文化、農村地域における生物多様性の喪失を止めることや生活条件の改善に深い関係があることというのは、小農でなくても家族農業の10年においてもすでに認識する必要があるということは農水省自身が言われていることだと思うので、それにつけて自給的農家、小農と言わないまでも自給的農家に対しての支援ということをもっと増やすことができるんじゃないかなというのは非常に切実に思います。というのは個人的な話になりますが、うちも、日本型直接支払いの中の環境保全型農業の補助金をいただいております。で、それをいただくのが集落農業、集落営農ではないんですけれども、個人ではなくグループで申請するように、申請の方法が変更されていたりであるとか、あるいはギャップを導入するということが謳われていたりであるとか、年々農家自身にはそれらの、事務作業の負担というのが非常に重くなっているにもかかわらず、実際に補助金をいただける額というのは減ってきております。これが加速農業の10年ということで謳われている以外の小農の権利宣言の中の16条においても、ディーセントな十分なまともな所得と暮らし、生産手段の権利っていうことと照らし合わせても十分であるとは言えない。つまり私たちはそれらの補助金でもう到底暮らすことができないっていうことなんですね。まともな暮らしが農業をやっていたらもうできない。私たちは農業をやることで持ち出し持ち出ししているような、農業収入以外のところで例えばアルバイトなりすることによってかろうじて農業を継続できているようなことがあるんですね。そうする中で自給的農家は一切加速農業の10年のその枠組みの中でだけですよ。小農のことはまだそこまで至ってもいないのに、その中で結局持続可能な環境保全型農業のその補助金をいただきながらの農業をこれ以上続く受けていくことは非常に困難だっていうふうに日々の生活の中で感じているわけなんです。ですからそういう意味では今現状でも何かできることがあるのではないか、そしてその外務省の田村さんが今現在小農のその権利というのは個別の権利としてまだ修練されていない、まとまっていないっていう、その議論の中にぜひつなげていって検討を重ねていってほしいなっていうふうに思っています。その中で松平さんで他の方がおっしゃるように、私たちの意見を直接聞いてくださるような場を設けるなり、そのような工夫を日本政府にしていただけないかということをぜひお願いしたいと思います。
あ、じゃあ時間がないので、あのコメントをぜひコメントを受けて外務省さんと農水さんから何かあればぜひお願いしたいんですけれども。はい、まず、貴重なご意見いろいろとこの1時間半いただきましたことを感謝申し上げます。実際に政府の立場というのは先ほど申し上げた通りこうした権利に関しての議論は終了していないということでございますけれども、ただそれは今後我々としてもどういった国際社会においてこの小農の権利をめぐってどんな議論が交わされるのか、そしてそれが実際にどういった形で次の動きに続いていくのかということは政府としてもしっかりとフォローしていきたいと思っております。農水省からといたしましては、直接こう農業をやってらっしゃる方から意見を聞く場をということで、今回のこの宣言とかを受けてじゃあ新たになるかっていうことになるかどうかというのはちょっと私の立場としてあれですけれども、それぞれの個別の、この小農宣言の中もそうですけれども、いろんなこう具体の施策ですとか権利なんかが触れられていると、それを国内に限ってはについては、いろんな それぞれの部局がいろいろな政策を考え実行する中で、可能な限りそういう農家の皆さんの意見を聞くっていうのは大事なことだと思いますので、今回そういうご意見をいただいたっていうことは持ち帰って省内で共有してですね、進めていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうしまして最後松平さんコメントを取って、すみません全然フロアに開く時間がなくなってしまったので本当数分だけいただいて、どうしても言いたいという方できたら私は枝本さんとあと後ろの方かな、杉野さんとかいいですか、せっかく遠くからいらっしゃってますけど大丈夫ですか。はい、じゃあ杉野さんとじゃあ吉森さん、じゃあ4名の方に智子さんとか大丈夫ですか。いいですか。はい、じゃあ4名の方にコメントをいただいて、じゃあ松平さんからまず。はい、言いたいんですけれども、国際的にですね議論が修練されていないというんですけれども、これ121カ国かなが賛成票を投じて6年もかけたプロセスなので、これが修練していないというのは非常におかしいと思っています。でさらにですね、先ほど市民との対話をしていくという非常にそれは本当にありがたいんですけれども、ただそれが尊重しているかというとですね、十分に尊重していると国際社会を受け止めるかというのはですね、私は疑問と感じています。であとですね、ちょっと農水の方がですね先ほどから何とか言われているので、これだけちょっと確認したいんですけれども、その日本の小農が受けているですね侵害状況が分からないと言われてたので、ぜひですねこちらがちょっとリスト化しますので、あと施策に関してもですね提案したいので、もしですねこういったことをですね一緒に対話してですね施策に反映させるのが無理でもですね、何かプロセスというものをですね一度今年一度もう一回やっていただきたいというのをですね検討していただきたいと思います。ここでイエスの誤解でもいいかもしれないですけど、はい、大丈夫ですか、じゃあされますか。はい、その点については常にこういう場を設けるということであれば、我々はその都度誠実に対応してそこで大権というのを誠実に踏まえて施策を検討しているというふうに言えないかもしれませんけど、我々は少なくとも資格としてはそういうふうに言いますので、引き続きですねそういったご用意していただけるのであれば意見交換するということは当然政府として常に施策を開きながらやっていくということは当然だと思いますので、何らか私ができるって決めれるわけじゃないですけれども、当然そういう話までは受けるというのは基本的な姿勢ですので、またちょっとこういう機会があればぜひ読んでいただければそこで必要なことやっていきたいと思います。そういうのに予算とかつけられないんですか。交通費とか結構出るのでかなり苦しいんです。家族農業の10方にも拠出するみたいじゃないですか。なんかお願いします。はい、一般論から答えるとそういう委員を呼ぶ借金とかっていうのは当然ありますけれども、それはすごく限られた予算なのでどこに使うかっていうのは我々の裁量を決めさせていただきますけれども、ここでこの対話のために出せるかどうかということは言えませんので、そういったご意見があったことは承知しました。そういったご意見があることをぜひ耳にしていただけてもすごく大きかったかなと思います。じゃあ、4名の方、まずじゃあ枝本さんからですかね。はい、ぜひコメントお願いします。枝本と言います。料理を仕事にしていて食べるということをずっと考えていて、
で、そのことで農業に関心を持つようになりました。このまんまで今お話を伺っていて、ものすごい人事だなという感じがを受けてしまいました。私は、農業をやってるわけでもないんですけれども、この小農宣言と家族農業の10年というのができたことで、やったよかった、これで植えなくなるかもしれないって思っています。で、ぶっちゃけ家族農業というのは、グローバリゼーションとローカリゼーションのに対抗するものとして出てきているんだというふうに思っていて、そこに関心を持っています。で、先ほどなんか権利の宣言っていうのは、例えば賛成している国々の農家 の農業者の権利が守られないから、これが出てきたんだよね、だからそれをどう考えるかは法的拘束力がないみたいな感じなんですけど、もう全然もう私の危機感どうしてくれるっていう感じなんです。私たちこのまんま行ったら食べるものなくなるんじゃないかって思ってるんですよ。ちゃんとした農業ダメになっちゃうんじゃないかと思ってるんですよ。で、農業者の人みんなやめてくって思ってるんです。今私それで心配して、こう仕事を休んでここにいるんです。そのことの危機感まるでなくて、なんかもう丁寧に言葉でやりたくないやりたくないって言ってるようにしか、あんまりちゃんとしたことやるつもりないよって言ってるふうにしか聞こえなかったんです。で、もう一回農業とか食べるっていうこととか、食料安全保障のことでもいいです。食べて生きていくってことの人権、普通の小農じゃないけど一市民です、市民の人権っていうことも、食べるっていうこと、飢えるっていうこと、そこのことからまず入れ込んで、ちゃんと一緒になって考えてくださることをお願いしたいなと思うんです。やってるよ、やらない、こういうふうに言っとくよっていうふうにしか聞こえなくて、私このまんま行ったら子供に食べ物残せないと思ってるからここに来てるんです。農業者の人みんな埋めてっちゃうと思ってるんです。食べれないから、農家やってる人たち、それ同じ農業者の問題は日本にすごくあるんです。で、ここにいっぱい危機感とかそういうことが書いてあることを全然人事としてしか理解なさってらっしゃらないんじゃないかと思って、そこが悔しいです。一農業者でもない一市民が関心を持って見ていることを、まずどうぞ忘れないでください。はい、ありがとうございます。じゃあ、後ろの方で、最後に徳江と言います。今日の議論を聞いててですね、これはこれで大事だと思うんですけど、もう一つはなんか日本っていうのは農業でも結構先進国なんですよね。から、まあ、経済力もそうなんですけど、だからもうちょっと考えなきゃいけないのは、今の日本の農業政策とかですね、そういうことが他国のこういう小農の方とか家族農業の方の権利を侵害しているという側面はないのかどうかっていう議論をきちっとしないとですね、日本の小農が一体どういう定義づけられてるとか、そんな話はなんか飛んでしまいそうな、ちょっと逆に危機感をちょっと覚えたんですね。だから大規模化とか輸出政策とか今の農業はそんなことばっかり言ってるんですけど、そのことが他国に対してどういう影響を及ぼすのかぐらいのことは整理しとかないとですね、農水省とそれから外務省との話もなんか成立しないような気が しました。だからぜひそういう議論を含めてですね、日本はやっぱり中山間地の農業が今危機なわけで、平地農業とかなんとかってものすごく強いですよ。ほっといたってものが経済的に成り立つわけですから、だから中山間地の
農業をどう維持していくかということは世界の農業のその小の家族農業を考えることとイコールになってくるので、だからぜひそういう視点からですね議論を深めていってほしいなというのが今日聞いてた感想です。これははい、ありがとうございます。そこはですね、実はまさに私が最後に司会の特権を使ってコメントを入れたいというか、今後ぜひその点もお願いしますと言いたかったところなんですけども、普段から田村さんとかいろんなところで外務省との協議でこう顔を合わせたりする中でちょっと嫌がられるんじゃないかと思っていたこともありますので、フロアからそういうコメントができたことは非常にありがたいです。ありがとうございます。じゃあ吉森さんお願いします。私は外務省の方とそれから農水省の方に一つずつ質問がちょっと残っておりました。一つ外務省の方には、ちょっと戻ってしまいますけれども、国連での議論の過程で危険ということを関係部局と討議の上決められたということでしたけれども、理由として何か発言されたことの中には、都市生活者の割合というのが日本の都市生活者の割合を述べられたというふうに聞いております。もしそれそういうことでありましたら、その理由をお聞きしたいということで、さするにそれは日本は都市生活者が大変多いので我が国の問題ではないという認識であったのかなというふうには思っていたんですけれども、どういうことであったのかというのと、それから今でもそういう認識なのかということをお尋ねしたかったです。今の徳江さんのご発言にもありましたように、日本の農業というのは随分と保護主義と言われています。それからでも分配保護主義と分配方式によって戦後のですねとても守られてきて、そして今の小農がこれだけ息づいているという日本が維持されている中で、今の政権が真っ逆さまなことをやっているというふうに考えておりますので、そのあたりの価値の評価をどうしているのかというのを言うのは、農水の方にそれは聞きたかったのです。で、それでそういうことの上に、今日本の法律の中で先ほどから言われている基本的人権である食の権利とか種子への権利とか、そういうものを居続けているものがないということが非常に危険だというふうに思っております。そういうことの必要ではないかと思うんですけれども、どういうふうに受け止められるかということをお尋ねしたいと思います。ありがとうございます。じゃあマイクをですね、前にいらっしゃる杉野さんにお渡しいただいて、これで最後のコメント質問とさせていただきます。首相の方に先ほど日本型直接支払い事業、私はこれ非常に農水省としては画期的にいい制度だと思っています。ただこれを拡充拡大してほしいと思っています。というのは小農宣言にも書いてあるように、今先ほどあったように集落の祭りとかものづくり漬物とかバラ細工竹細工炭焼き失われつつある大切な日本の生活の技をしっかりと守っていくには、この先ほど言った棚田を守る行水とか草刈り多面的な集落のコミュニティ、ここをですねもっと充実拡大してほしいと思っています。先前半でも言ったようにイノベーションコストこそで何百億円もお金をつぎ込みならば、私はここの日本型直接支払い事業にしっかりと今目を向けていくことが、山を守り里を守りそして都市の暮らしを守るんだっていうこういう発信をですね、農水省はしっかりとやっとして持って、そこをよろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたら最後閉じてしまう前に何かございましたらコメントやご意見大丈夫ですか。それを受けてご質問もありましたけれども大丈夫でしょうか。最後 SDGs の文脈で全然語らなかったんですけど、家族農業は SDGs が最も認めている概念なんですよね。ぜひお願いします。 SDGs の文脈で言ったら家族農業の10年であって、小農の権利は全くもって国際的に認められている概念です。ありがとうございます。貴重なコメント、そうしましたら長丁場で時間が先が見せて、どうぞ、はい、皆さんちょっといろんな言い方で、はい、産業部門でね、グローバルコンパクトを推進されてますよね。でこれは当然人権と環境と2つかなありますよね。やっぱ農業の分野でも同じことやる必要だと思うんです。
これはぜひそういうのを検討していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日本当にいろんな提起をいただきまして、ただ重要なのはこうした開いた場でまた対話を重ねていけるということが確認できたと。今日全ての答えはいただいていないと思うんですけれども、やはりいろいろと日本の農食あるいは海外にそれが与える影響についてやっぱり考えていく場が必要なんじゃないか、こういったことも必要なんじゃないかという意見がありまして、でそういったことはぜひ開いてということでコメントもいただきましたので、こういった場をまた持って、議論を続けていければと思います。今日本当時間を過ぎてしまいまして大変申し訳ありませんでした。でそしてお忙しい中来て本当にご登壇くださってコメントをまた、回答してくださった、農水と外務省の皆様も本当にありがとうございました。じゃあ、これでこの会を終わりたいと思います。ありがとうございました。